しら、帝国国教たるバライア教の生徒に攻め入ろうとはどういう了見だ。ラブラド、貴様には皇帝暗殺とイグナトル駐屯地襲撃を画策した第一級容疑がかかっておるのだ。だが手荒な真似はしたくない。おとなしく投降せよ。貴様とわしの仲だ。悪いようにはせぬ。貴様との仲だと？ふざけるな。全てでっち上げではないか。長女、パライバ陛下と話をさせてほしい。誤解は必ず解けるはずだ。ややお前は陛下暗殺未遂犯カルセドニー・アーカムではないか。やはり教会がかくまっておったか。寛大なるパライバ陛下は証拠をつかむまでフランスールの制圧を控えようと仰せであったが、もはや致し方なし。ああ我が戦友ラブラドよ、わしらの長年の友情がこのような形で終わるとは残念至極だ。ケイラシュラ、都合よく陛下の名を利用しよって。ふん、これまで散々貴様がやってきたことではないか。まさしく因果応報だな。全ゼロム将尉兵起動。皇帝パライバ・マリンドレ陛下の皆において、バレイヤ教会と生徒の制圧を命じる。なんだあれは。あれがゼロム憑依兵。たちを襲った帝国軍と一緒にいた。お前たちはゼロム兵を倒した相馬使い。しまった、やっぱり門を開くつもりか。今門を開けたら町が戦場になるんだぞ。それが目的さ。私の村は教会に滅ぼされた。同じようにこの町も廃墟にしてやる。お前もしかしてバレイヤ教異端派の人間か。そうさ、異端として教会に弾圧され、故郷と信仰を奪われた恨み、今こそ思い知るがいい。やめてゼロム憑依兵が来る。開いたぞ全軍突撃。うん、なに、なぜだ、なぜ城門が開いた。しまった、内通者がいたのか。ゼロム憑依兵の力、これほどとは。今行くぞカルセドリー。お前たちまだ残っていたのか。早く脱出しろ。この状況で逃げるなんてできるわけないだろう。カル様、全決勝騎士は大聖堂に集結し、防衛線を張れとの命令です。隊長、戦線は市街全域に拡大中。
町が戦場に。このままじゃ孤児院の子供たちも巻き込まれちゃう。我ら第13小隊はこれより独自に一般市民の保護および避難活動の支援を優先する。隊長、しかし教師様より集合の命令が。力なき民を助けるのが騎士の務めだ。そしてこんな事態を引き起こしてしまった私の責務、教会の命より民の命を優先する。だが我らだけでは手が足りない。メテオライト、恥を承知で頼む。民を守るために力を貸してくれ。頭なんて下げる必要ないよ。もちろんさ、力を合わせて町の人たちを助けようぜ。騎士の誓いは剣にかけてするものだ。慣れ慣れしいのはスカン。でも俺はじいちゃんから男は拳にかけて誓うものだって教わったんだ。女だけど私も誓う。慣れ慣れしいのはスカンと言ってるだろう。さあ行くわよ。男も女も騎士も関係ないわ。町のために戦いましょう。ねえみんな、孤児院の子供たちが心配だよ。一度あそこに戻ろう。あの少女琥珀は初めて会った時を思うとまるで別人だな。うん、苦労して琥珀のスピルーンを取り戻したからね。そういう貴様はあまり変わっていないようだな。見損なうなよ羽の兄さん。寝具もしっかり。ああ、しっかりバカに磨きがかかってるぜ。くそ、軍の憑依兵も結晶騎士ももうやめてくれよ。どうして人間同士が戦い合わなきゃいけないんだよ。これが人間の世界なの？軍隊と皇帝、自分のデータに人間が争いをやめた記録はない。人間のスピリアは争いを欲するようプログラムされているのかもしれない。そんな。だがどの時代にも争いのない理想世界を築こうと努力する人々は存在した。我が主リチア様もその一人だった。シング、お前はどうする？ここで戦いをやめるとしても止めはしない。俺はこんなところで絶対に止まるもんか。
出やがったな。失敗。回収なし。打ち抜いて試算させる。あれはここから先は通しません。お下がりなさい。ペリドット、みんな、行くぞ。これでどうだ。強くなれた。いてて。たく、シスターも年なんだから無茶すんなって。ああ、ペリドット。私のことより子供たちを探して、スピンとネルの姿が見えないの。スピンたちが？その傷では動き回るのは無理ね。わかりました。子供たちは私たちが探します。この孤児院を避難拠点として確保。バイロクスとペリドットは孤児院を死守。カルセドニーは周辺住民をここへ避難させてください。ああ、了解した。ほう、ただの運び屋の姉さんとは思えない、いい指揮官っぷりだな。あら、運び屋家業日々名実を舐めてもらっちゃ困るわね。このくらい当然よ。あのさ、今までいろいろあったし、こんなこと頼める義理じゃないけどさ、でもスピンたちを守ってよって。あいつらバカで生意気だけど一生懸命明るく生きてる私の大事な弟と妹なんだ。大丈夫、任せて。しょうがない、あの生意気なガキどもに恩を売ってやるか。では私は避難の遅れた住人をここへ誘導する。シングメテオライト、あとは任せたぞ。二度と出てくんなよ。
一掃するぞ。これがソーマの力だ。見つけた、あの二人だ。ネルの咳が止まりますように、ネルの病気が早く治りますように。月夜に空飛ぶ羽クジラ様、どうかこのお願いを茨の森に眠る女神様に届けてください。届けてください。お祈りも終わったし帰ろうか、ネル。生きがってんじゃねえぞ。ほらガキども、こっちだよ、早く隠れて。相手は俺たちだ、さあ来い。な、何あれ、人の体が石に。力を使い果たし、白化したか。白化？石膏像みたいにカチンコチンだよ。これ何なのさ。スピディアをゼロムに食らい尽くされた者の最後の姿だ。スピディアを失った人間は、あんな彫刻みたいになっちまうのか。さ、ゼロムがどんどん増え続けたらどうなっちゃうんだろう。僕たちもこんな風になるの？返答を拒否する。返答拒否だ。チェ、また機密事項ってやつか。しょうがねえな。にしてもおめえ、よく逃げずにその子を守ったな。偉いぞ。自分より弱い子を守るのは当たり前だろ。あんなやつ全然怖くなかったよ。そうかね、そうだな。タグ、さっさと孤児院に帰るぞ。戦争が始まってんのにこんなとこでウロウロしてんじゃねえよ。でもそれだと千日参りがダメになってたじゃないか。千日参り？そうさ、この三日月浜で千日同じ祈りを捧げると神の使いの羽クジラ様が茨の森に眠る女神様にお願いを届けてくれるんだ。茨の森に眠る。ネルの病気が良くなるためには毎日お祈りしなきゃいけないんだ。理解不能。それは何の根拠もないただの迷信だ。そんなの分かってるよ。でも俺がネルにしてやれることはこのくらいしかないだろう。俺が大人だったら勉強して医者になる、商人になって薬を探すこともできる。でも
も俺は子供でこんなお祈りしかできないんだよ。迷信だなんて。そこまでくりゃもう迷信なんかじゃねえよ。おめえが今の気持ちを忘れなけりゃその後の病気はきっと良くなるぜ。うん、ありがとう。でもこんなんじゃ明日からのお祈りは。羽クジラは空も飛べるんだもの。どこで祈ってもきっとお願いを聞き届けてくれるはずよ。さあ、みんなが心配してるわ。孤児院に戻りましょう。奇弁だな。現実世界には願いを聞き届ける女神もその使いの羽クジラも存在しない。本当にそうかな。リチアは2000年本当の体をどこかに眠らせてあるって言ってた。茨の森に眠る女神様。それはどういう意味だ。うん、なんでもない。軍の増票などに我ら結晶騎士が敗れるはずは。バカな、我が結晶騎士と互角以上だと。これはアイオラのリチアの力を使っているのか、グロシラ。詮索の時間などありません。早く脱出ぞ。そうはさせんぞ。身に染みただろう。これが我が軍と教会の力の差だ。観念した方がよくはないか、ラブラド。交渉だ。和平交渉を受けよう。和平交渉、この状況でか。わかった、幸福だ。だ、騎士たちと民の命は保証してくれ。よかろう。だが、反帝国罪の容疑者カルセドニー・アーカムだけは別だ。それは。ただいま、ペリドット姉ちゃん。このバカども、私やシスターがどんだけ心配したと思ってんだ。怪我でもしてたらボコボコにするとこだよ。住人の避難は完了している。避難民の中にお前たちの知り合いという家族も。ああ、グンチャイトだ。あのね、姉のお兄ちゃんがあんたちを守ってくれたんだよ。すごく綺麗でかっこよかったの。よかった、アン無事だったんだ。してない？俺たちは平気さ。グンチャイトは？グンチャイトも怪我してない？皇帝、自分も正常に機能している。正常機能？心配しなくても大丈夫だってよ。カルセドニー、ありがとう。あんたちを守ってくれたんだな。あんたち？ああ、あの家族のことか。
アンがお前のことすごく綺麗でかっこよかったってさ。私は言われたことをしたまでだ。教会が軍に降伏した。軍は全結晶騎士に投降を求めている。私は軍に投降しようと思う。そんな絶対ダメだ。軍がお前をまともに扱うはずないよ。分かっている。だが私は守るべき人を傷つけ争いの火種を生んでしまった。その罪は償わなければならない。それが騎士として生きる者の務めだ。お前たちは軍に手配されている身、一刻も早くここから脱出しろ。ダイロクス、ペリドット、お前たちもここまででいい。彼らと共に逃げ延びろ。私はどこまでもカル様と共に。お望みなら軍を相手に一戦交えましょう。ああ、この二人じゃマジで軍に特攻しかねないもんな。ほんと世話の焼ける上司どもだ。隊長、降伏も特攻もご自由に。私もお供するよ。どうやら我が隊もメテオライトたちに負けない向こう水揃いのようだな。さらばだ、シングメテオライト。もう会うこともあるまい。カルセドニー。あんたたち何するんだよ。あらら、バイロックスったらこんな時ばっか息ぴったりなんだから。隊長、当分目が覚めないよ。我々はともかく、カル様が投降すれば軍は必ず処刑しようとするだろう。この方を死なせるわけにはいかんのだ。我々は投降する。カル様を頼む。この方を連れて脱出してくれ。ってことで世話は焼けると思うけど、隊長のことよろしく。兄ちゃんたち逃げなきゃいけないんでしょ。だったらこっちこっち。とにかく行ってみよう。兄ちゃんたち、こっちだよ。安心して、俺たちが逃がしてあげる。へへ、ペリドット兄ちゃんが見つけた内緒の抜け道なんだ。孤児院の仲間以外に教えるのは初めてなんだぜ。内緒の抜け道？ね、この木を登ると壁の向こうに降りられるの。うーん、木登りか。芸術家が木登りなんてさ。文句言ってんじゃねえよ、さっさと登れ。みんなありがとう。うん、兄ちゃんたちもありがとう。俺、ネルのお祈りができてすっげー嬉しかった。兄ちゃんたちのおかげだよ。ネル、もう一つやらなきゃいけないぞ。兄ちゃんたちが逃げられるように時間を稼がなきゃ。今度はシスターにも手伝ってもらわないとな。さあ行こう。理解不能。なぜ彼らは自らの身を危険に冒して不合理なことを行うのか。届かぬ祈り、主でもない者への献身、全く理解不能だ。まあ、子供はまっすぐだからな。
まっすぐ。好きってことだよ。それが分かるようになりゃ、おめえも作りもんじゃねえってこった。理解不能。なんだお前たち、戒厳令が出ているんだぞ、家に帰れ。兵士様、この戦争で多くの人が傷つきました。どうか傷ついたすべてのスペリアに痛みと慰めの歌を捧げることをお許しください。バレイヤ教への賛美は先ほど禁止された。やめないか貴様ら。いや、あんな化け物兵士を投入したせいで敵にも味方にもひどい被害が出た。いいじゃないか、せめて祈りの歌くらい歌わせてやろう。戦いの後には鎮魂も必要か。いいだろう、歌うがいい。ただし少しだけだぞ。ありがとう、兵士さん。大丈夫か？うん。でも、兵士さん、どうして泣いてるの？昔のことを思い出してな。おじさんは、その歌のように世界を平和にしたくて軍に入ったんだ。それなのに、そのはずだったのに、町をこんな風にしてしまった。インカローズ、インカローズはどこだ？ここに。貴様、あの兵士の化石化現象は何なのだ？聞いておらんぞ。おそらくゼロムの憑依が完全ではなかったのでしょう。想定の範囲内の事故。貴様、一戦以上の兵の命を事故の一言で済ます気か？では通常の兵で戦ってこの生徒を制圧できたのですか？グロシュラー上将、教主アーカムを連行しました。インカローズ、そうか、貴様か。貴様が糸を引いておったのか。控えろ反逆者め、誰が口を開くことを許可した？グラシラ、貴様は知らんのだ、そやつの目的が何なのかを。貴様は悪魔に魂を売ったのだぞ。小
ざいておれ、負け犬が。よし、協会関係者と決勝騎士は全員帝都へ連行する。器の形は整い、餌も揃えた。月が満ちる日まであと少しか。なるほど、ちゃんと壁の向こう側だ。何が一体？バイロクス、ベリドット、あの二人。待てよ、二人の思いを無駄にするつもりか。二人はお前が捕まれば必ず処刑されるって言ってた。お前を死なせるわけにはいかないって。分かっている。しかし私には騎士としての務めが。じゃあマリンさんはどうなってもいいのかよ。今はとにかく逃げてチャンスを待つんだ。マリンさんとあの二人のために。そうだな、お前の言う通りだ。私はあの方を一人にするわけにはいかない。で、プランスールから脱出したはいいけど、問題はこれからどうするかよね。俺は琥珀のスピルーンを取り戻したい。琥珀の言うスピリアの中の少女リチアに会ってみたいんだ。言ってたよね、琥珀。リチアが復活すればゼロムを封印できるかもしれないって。琥珀のスピルーンが元通りになってリチアが復活すればゼロムのせいで起こるデスピル病も帝国軍と教会の争いも全部止められるかもしれない。だから俺、まず今やることは琥珀のスピルーンを全て取り戻すことだと思うんだ。シング、俺もこいつに一票だ。俺の望みは琥珀の幸せ、それだけだからな。次は西か。ここから西に町はある？いや、この先にあるのは船着き場と海だけだ。え？じゃあまさか最後のスピルーンって海の底？琥珀、何でもいい。方角の他に分かったことはねえかい？気のせいかもしれないけど、少しずつ動いてるような感じがした。こう、海で動くね。海で動くといえば船だ。そうか、船か。頭いいな、お前。私も一緒に行こう。来てくれるのか。命を救われた借りは返す。いずれパライバ様や騎士たちを助け出す機会が来るまで、お前たちの琥珀のスピルーンを取り戻す手助けをしよう。カルセドニー、話は決まったわね。じゃ、とにかく西の船着き場まで行ってみましょう。全力で来い。
カルセドニーが一緒に来てくれて本当心強いよ。ありがとな。礼を言わねばならんのは私の方だ。民を救うために力を借り、命までも助けられたシング・メテオライト、カルセドニー・アーカムの名にかけてこの借りは必ず返す。水臭いこと言うなよ。もしお前が頼まなくたって、俺たちきっとフランスウールの人たちを助けただろうし、お前のことも見捨てたりなんかしなかったろうしさ。それに、それに俺、お前が琥珀のスピルーンを取り戻す手伝いするって言ってくれてすごく嬉しかったんだ。ああ、仲間がまた一人増えたんだと思ってさ。仲間？そうか、そうだな。だからよろしく頼むぜ、カルセドニいよいよ次が最後のスピルーンなのね。うん、イネス、今までありがとう。あら、いきなりどうしたの？だって俺たちイネスの商売を邪魔して巻き込んじゃったのにさ、ここまで付き合ってくれたじゃないか。今更だけどありがとう。まったくだ、俺一人じゃこのバカどもの面倒は見きれなかったぜ。ありがとな、イネス。あと少しよろしく頼むぜ。おだてたって、あなたたちの契約はチャラにはしませんからね。分かってるって。俺たち必ず翡翠の相馬の分働いて返すから。そうさ、おだてたくらいであの借りを許してもらおうなんて思っちゃいねえよ。シング、翡翠、許してもらわないといけないの。しまった！うわあ！あのさ、カルセドニー、集中力が切れる。話しかけるな。私が言うのもなんだけど、
そのやり方だと危ないわ。わかっている。見てるこっちの方が怖いよ。何でもできそうなお坊ちゃんだってのに、案外残念なやつだな。お腹すいた。カルセドニー、自分が当番を変わることを提案する。一緒に行く以上、私一人が特別扱いを受けるわけにはいかん。おいおい、羽の兄さん、料理の基本ができてねえのに無理はいけねえぞ。基本ができてねえって、普段の食事はどうしてたんだ？バイロクスとペリドットが作っていたぞ。あの二人の料理はなかなかだ。みんなにも食べてもらいたいくらいにな。手伝いはしなかったの？しようとした。だが何度申してても手伝わせてもらえなかったのだ。一度台所を爆発させて以来、火の番すらさせてもらえ。壊滅的ね。恐ろしいほどにな。そのようなこともできぬとは理解不能。仕方がないだろう。だがこれからはしっかりと学んでいこうと思う。お前たちよろしく頼むぞ。歩む道は平和への道。誰にも邪魔させないよ。余裕だぜ。こんなもんか。余裕だぜ。やるな、メテオライト。カルセドニーこそ。どのような力も私の前では無意味だ。力がみなぎる。余裕だぜ。くらえ
敵はもう追い払った。この海の先に琥珀のスピルーンが。軍の手が回る前に船の手配をした方がいいだろうな。そうね、乗せてもらえる船がないか港で話を聞いてみましょう。Thank you.
Thank you.